こんにちは、ブログの川野田です。今日はアメブロからワードプレスに引っ越す際、記事を引っ越さない方がいい理由というお話をしたいと思います。最近ですね、こんなお問い合わせが増えたんですね。アメブロをワードプレスに変えたい、要はもうアメブロはやめてしまって新たにワードプレスでブログを立ち上げたいというお問い合わせです。で、その際にこれまでアメブロで書いた記事をそっくりそのままワードプレスに移動することはできませんかというお問い合わせです。例えばアメブロでこれまで1000記事書いたとします。その1000記事をすべてこれまでワードプレス立ち上げたワードプレスにそのまま1000記事を移動したいというお問い合わせです。で、これっていうのは技術的には別に不可能じゃないんですね。全然できることなんですが、ただこれを業者に依頼すると結構な料金かかりますし、まあ個人でもですね、別にできないことはないんですが、とても労力がかかるんですね。で、さらに、まあ個人で、ご自身で、引っ越ししようと思われている方っていうのは、必ず知識が必要になってきます。サーバーの知識とかっていうことが必要になってきますから、本当に多くの初心者の方にほぼ不可能だと思ってください。結構ですね、もう本気で調べて、本気でやって、労力かけて、やっとできるぐらいの結構大変な作業ですから。で、その中でも比較的簡単にですね、全くサーバーの知識がないとか、こういったことの知識がない方でも比較的簡単にできる方法っていうのがあるんですね。それが、アメブロから一旦 FC2 ブログに引っ越すっていうやり方なんですよ。FC2 ブログ。なぜこんなことをするかというと、そもそもですね、アメブロには記事のエクスポート機能というものがついてないんです。アメブロの記事を一旦パソコンに落とすという機能がついてないんですね。エクスポートっていうのは、まあ、簡単に言うとアメブロに書かれた記事や画像、写真を一旦あなたのパソコンに保存するっていう機能です。エクスポートで、その機能がそもそもついてませんから、アメブロにある記事っていうのはですね、一旦落とせないってことなんですね。でもここで FC2 をかますことによって、アメブロから FC2 ブログに引っ越すことっていうのは簡単にできる、そういったシステムがあるんですよ。アメブロの ID パスワードを入力し、 FC2 ブログの ID を入力するだけで、まあ30分とか1時間とか、まあ、記事1000記事もあったらもしかしたら半日ぐらいかかるかもしれませんが、それぐらいの時間でボタン一つで FC2 ブログに引っ越せるっていうシステムがあるんですよ。で、そして FC2 ブログには記事をエクスポートする機能がついてるんです。要は FC2 ブログに書かれた記事を一旦あなたのパソコンにダウンロードすることができるんですね。なのでアメブロから一旦 FC2 ブログに引っ越します。そして引っ越した記事をエクスポートするんですよ。パソコンに落とすんですね。一旦あなたのパソコンに落として、そしてそこからワードプレスにインポートする。これで結果的にアメブロからワードプレスに記事を移すことは可能なんですよ。まあ、この作業っていうのは比較的簡単で、初心者の方にも問題ないと思うんです。ただここが問題なんですよ。ワードプレスに記事をインポートした、要はアメブロから一旦 FC2 部分に移動した記事をワードプレスに、まあ、ここにインポートしました。すると何が起こるかというと、アメブロと FC2 ブログとワードプレス、この3つのブログの中に全く同じ記事があるということなんですよ。この1000記事が、 FC2 ブログにも全く同じ1000記事がありますよね。一旦引っ越したんですから。そしてここから引っ越したワードプレスにも全く同じ1000記事、一字一句同じ記事が3つもできてしまうということです。同じ内容のブログが。するとですね、これは完全にミラーサイトと呼ばれます。ミラーサイト、まあ、これは読んで字のごとく鏡のようなサイト、要は同じサイトということです。同じサイトがインターネット上に3つもできるんですね。で、じゃあアメブロと FC2 ブログ削除すればいいじゃないかって思われたかもしれませんが、そうなんですよ。アメブロは別にですね、削除してもいいんですよ。アメブロ削除してもいいんです。でも
FC2 ブログは削除できないんです。なぜかというと、あのワードプレスにインポートしたデータっていうのは FC2 から落としたデータですよね。すると何が起こるか、文字は問題ないんです。テキストは、文章は問題なく移行することができるんですけども、問題は画像です。写真、写真っていうのはあのこれちょっと専門的な話になってしまうんですけども、簡単に解説するとブログの中に置かれている写真や文章っていうのはサーバーに一旦保存されるんです。サーバー、まあ、これちょっとですね深く考えないでちょっとさらっと聞き流すぐらいで聞いていただければいいんですが、サーバーというところに画像が保存されるんです。ワードプレスに直接画像が貼られているわけじゃなくて、一旦写真はサーバーに保存されて、サーバーに保存された写真をワードプレス上に表示しているだけなんですよ。で、その表示するために URL というものがあるんです。写真一つここに表示するだけでも写真にも URL があるんですね。 http://何々何々.何々jpeg とか、まあ、こんな感じで URL があるんですよ。で、この URL が FC2 の URL になってしまっているんです。なので何が起こるか、 FC2 ブログをじゃあここで削除すると画像が全て消えてしまうんですよ。ワードプレスに貼り付けている画像が全て消えるんです、これを削除することで。なぜなら FC2 のサーバーに保存されている画像ですから、 FC2 ブログアカウントを削除することで当然画像も消えてしまうんです。なのでこれを防ぐために FC2 ブログだけは残しておかなきゃいけないんですよ。するとですね、まあアメブロは消してもいいんですけども、全く同じブログが2つ世の中に2つあるんですね。でこれっていうのはあの本当に書き手の都合ですよね。ブログを書いてる人の都合なんですよ。検索ユーザー、ブログにアクセスする人というのはインターネット上に全く同じ内容のブログが2つ以上ある意味がないんですよ。できればいろんな情報を知りたいですから、同じ内容のブログが2つ以上表示されることに全く意味がない。逆に言うとあのデメリットしかないんですよ。この人にとってデメリットしかない。するとどうなるかというと、 Google は検索ユーザーのことを大事に考えてますよ。この人第一です。するとですね、なんだこのミラーサイトは、こんなものを運営している書き手は自分の利益しか考えてないな、これは検索ユーザーのためのサイトじゃないなって判断するんです。するとまあスパム扱いされてしまうんですね。するとどうなるか、検索結果に表示されなくなるんですよ。ブログやってる意味ありませんよね。検索結果に表示されなければ、検索結果に表示されなければ、どれだけ頑張ってブログを更新してもアクセスが集まらないですよね。誰にも見られないですよね。ブログやってる意味がなくなってしまうんですよ。かといってこれを削除すると画像が消えてしまう。で、あのちょっと知識ある方であれば、もう画像一つ一つですね、サーバーにアップロードし直してということで、まあ、こうやって削除してもここに画像が残るようにすることができるんですけども、初心者の方、知識がない方でそういったことをするっていうのは非常にですね、労力と知識が必要になります。なので私はですね、もうアメブロからワードプレスに引っ越すことは別に全然いいんですよ。アメブロにはいろんなメンテナンスがあったりとか、いろんな利用規約があってちょっと縛られてしまいますよね。なのでワードプレスに引っ越したい、それは全然よくわかるんですが、じゃあその際に別に記事はもう残しておいてください。ここにアメブロで書いた記事はもうアメブロにそのまま残しておけばいいんですよ。で、ワードプレスは新たにですね、一から立ち上げればいいんです。別に記事を移動するっていうのは本当に書き手の都合というか、書き手のなんか気分ですよね。今まで書いた記事がちょっともったいないなんて、どうせならワードプレス全部こっちに一つにまとめたいなんて、その書き手の問題なんですよ。書き手の都合。でも見る側からしたら、アメブロだろうが FC2 だろうがワードプレスだろうがどこでもいいんですよ。別にそこに書かれている内容にしか興味がないですから、文章が有益かどうか、それだけですよね。なのでアメブロに書いた記事は別にそのまま残しておいて、もうそれはそれで有益なコンテンツなんですよ。アメブロとして残しておいて、ワードプレスは一から立ち上げてください。それが一番簡単ですよ。検索ユーザーにとっても Google にとっても、そしてあなたにとってもそれが一番のまあ、得策だと思います。ぜひ参考にしてください。どうもありがとうございます。